はい、どうもスタッフ健太です。スタッフ健太の自転車塾、今日も一緒に自転車の勉強をしていきましょう。今日はですね、皆様からいただきましたコメントの返信をしていこうかなと思います。全部で5個ぐらいあるかなというところで、まず一つ目はですね、腕バンド型の心拍計の、コメント欄からちょっと拾っていきたいと思います。まあいろんなですね、質問を、受けているんですけど、ガーミンのサイコンとの互換性はどうなのでしょうかという話でとか、あと和風のサイコンには使えますかとか、あと、機械音痴ですみません、ガーミン H530 なら、Bluetooth アントプラスで連動できるのでしょうか、基本的なことで申し訳ございませんが教えてくださいというような感じですね。でですね、まあ、対応してる、ものは Bluetooth アントプラス両方ともいけるような感じです。IGP スポーツの HR60 という腕バンド型の心拍計なんですけど、こちらですね、私自身ガーミンでもしっかり使用できてますし、あとですね、ランニングの時も、ランニングウォッチでもいけます。はい、この企画なんですけど、基本的にですね、和風だろうがガーミンだろうが、いろんなそのデバイスの中で Bluetooth アントプラスに、対応しているものであれば何でも使うことができます。でメーターのですね、この、まあ、電波のちょっと基本的な知識なんですけど、今まで例えばですね、まあ、10年20年前ぐらいというのは、例えばキャットアイというメーターの場合、キャットアイのセンサーしか使えなかったんですけど、それがですね、他のメーカーの、センサーも Bluetooth アントプラスで対応していれば使えるようになりましたというようなところで、例えば、ガーミンの、メーターを使ってます。で、今回のように、IGP スポーツのハートレートモニターを使ってるんだけど、連動できるかというところは、Bluetooth アントプラスに対応していれば、両方ともペアリングが可能となります。それはですね、もう和風でも他のメーカーのセンサーでも全部Bluetooth とアントプラスに対応していれば大丈夫なような感じになっておりますので、ぜひお使いください。結構オーダー入ってますね。はい、そのですね、IGP スポーツの HR60 なんですけど、YTK さんですね、同じやつ使ってますわというような感じで、 Apple Watch と比べると 99% 同じ値でした。信憑性もあるかと。あと何より長時間使えます。21時間ぐらい連続で使っても計測できました。多分それ以上というような感じの話でですね、私も1週間か2週間に一度ですね、バッテリーをですね、充電しているんですけど、かなり長く持ってくれます。でただですね、まあ、胸バンド型の、心拍計と比べてですね、まあ、数値がですね、ちょっと上がるのが遅いなというような感覚があるので、全体的なですね、その、平均心拍に関してはほぼほぼ一緒かなというところはあるんですけど、いきなりですね、ガツンとそのパワーメーターの数値みたいな感じで上がったり下がったりっていうのがあまりないので、そのところだけはですね、ちょっと注意していただきたいなと思います。ただ全然使用は可能ですし、やっぱりですね、胸バンド型のその心拍計よりもですね、非常に楽なというところはありますので、ぜひ、IGP スポーツの HR60 ですね、チェックしてみてください。続きまして、ボアの、シューズのですね、システムについての、質問ですね。締めることしかできないボアのシューズに、緩めることも可能なタイプを付け替えることはできますかというような感じのお話で、実はですね、このボアのシステムに関しては単品では販売されていないと思われます。うちが説明をですね、受けた時にはそういう風な説明だったと思います。で、今使用しているですね、シューズのボアの、
状態が例えば壊れてしまったりとか、そういうものだとですね、無償でボアを送ってきてくれるんで、そのですね、一応リンクの方を貼っておきますね。なので単品ではですね、これ販売されていないと思うので、緩めることも可能なタイプをですね、付け替えることはおそらくできないかなと思います。なので高いシューズに、ついてるものでしか対応はできてないような感じですね。なので例えばシマノで言うと、RC9 ですね、それが締めたり緩めたりできるんですけど、その下のですね、RC7 の方は、締めることしかできないボアがついておりますので、価格差自体がですね、やっぱり結構2万円ぐらいですね、あるので、このですね、ボア の違いは結構大きいかなというようなところはあります。はい。なので、ボアですね、もし例えば、締めるのも緩めるのもできるタイプがよろしければですね、少し価格の高いものをチョイスしてみてください。続きまして、新型デュラエースと新型アルテグラの変速速度の違いってありますかというようなご質問ですね。これですね、両方ともある程度ちょっといじってみたんですけど、変速の調整をする段階ではですね、ほぼほぼ変わらないかなというような感覚はあります。で、実際ですね、これシマノの担当者の方にも聞いたんですけど、変速自体は ほぼ変わらないのではないかなというところの話が出ておりました。重量の差とあと耐久性の違いといったところなのかなというところはあるんですけど、まあ実際ですね、これ変速性能、ブレーキ性能ももしかすると全く変化がなければアルテグラの方がお買い得なのかなというところもあったりなんかはします。まあ、ただですね、ディスクブレーキの場合やはり重量を気にする方は多いと思いますので、重量の重い部分だけですね、デュラエスに交換するっていう方も中にはいらっしゃいます。で、今後ですね、バラ売りも販売されてきますので、この辺ですね、新型アルテグラデュラエース、交換を考えている方はですね、お早めにチェックしてみてください。でですね、納期に関してなんですけど、結構ですね、納期が遅れてしまうものもちらほらと出ています。で、特にですね、ブレーキローター、XTR のブレーキローターに関しては今からのご注文で4月の後半というような感じなんですけど、おそらく入荷がゴールデンウィーク明けになってしまうかなというようなところはあります。うちでもですね、販売用のものがもうすべてちょっと売り切れてしまったので、まあ4月のその後半に入荷してくるものを待ってるような状態なんですけど、ディスクローターはかなり、XTR のですね、ディスクローターはちょっと時間がかかってしまうというところと、あとそれ以上にですね、時間がかかってしまいそうなところがクランクですね。で、特に 170mm 以外のところのクランク調のものに関しては、今からのご注文でですね、7月とかその納期未定みたいな感じで書かれているものも結構あります。なので、新型デュラエース、新型アルテグラをですね、ご注文これからされる方はですね、できる限り早めにですね、納期をチェックしていただきまして、まあ、それもですね、前後するかもしれませんので、早めに組みたい方はぜひ、お店の方にですね、ご来店をいただきたいなと思います。はい。変速の速度の違いはほぼほぼないのではないかなというような感じでございます。続きまして、アスターの767のお話ですね。767興味はあるのですが、DI2 専用のフレームなのでしょうかというところでですね、YTK さんが、ご質問にお答えしておりました。ありがとうございます。R7000 で組まれている試乗車に乗りましたというような感じで、一応ワイヤーでも組めることは組めます。はい。ただですね、これ一つ767に関してちょっと注意が必要なんですけど、専用のですね、あれハンドルなんですけど、かなりですね、これワイヤーを通すのが大変でした。
で、DI2 のですね、今回アスタ組ませてもらった時に、配線 DI2 の配線がなかったものなんですけど、ディスクのですね放送通すだけでもかなり大変だったので、これですね、ディスクのブレーキ、そして、変速のワイヤーですね、これ一緒に通すってなるとかなりですねショップ的には大変だと思われます。おすすめは DI2 ですね、はい、特にその新型のアルテグラだとかデュラエスのですねセミワイヤレスのものだったら、まあ、特にやりやすいのかなというようなところはあります。はい、というところと、あとですね、当店のですねオンラインショップで、人気のところで、ベスト10を発表させていただいた中で、結構ですね、プーリーのお話を多くいただいておりましたね。先日ハイブリッドプーリーを購入しました。まだ取り付けてないのですが、コンポ105なので違いがはっきり分かると思うので楽しみです、というところで、交換後ですね1月9日上りが楽になりましたというようなお話をいただいております。ありがとうございます。和也さん、先日受け取ったフルセラミックプーリー本日受け取りました。アルテからの変更ですが、明らかに回転良くなって驚いています。これでまた遅い言い訳ができなくなっていくわけですが、まあゆるポタ勢だから良いですよね、開き直り、というような感じで、そうですね、アウターローの方がですねかなり楽になると思いますので、ぜひですねこのフルセラミックプーリー、ハイブリッドプーリーチェックしてみてください。宮本さん、自分も動画を見てハイブリッドプーリーを注文させていただきました。前から欲しかったので楽しみです、というところで、はい、在庫ですね、結構たくさんあります。オーダーの数を見てみると、ハイブリッドプーリーの方がですね結構オーダーが多くなっていますね。フルセラミックプーリーの方が、まあ、回転はいいんですけど、やはりですね1万円を超えるというところで、価格がですね半分ぐらいのハイブリッドプーリーがかなりオーダーが多くなっております。まあ、両方とも在庫してありますので、ぜひですねオンラインショップからチェックしてみてください、というところですね。またですね、ご質問コメントいただければ、お答えしていきますので、ぜひぜひ、コメントよろしくお願いいたします。ということで今日は、以上となります。またアップします。